皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の13日目です。では問題を見ていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、7足す13かける8と、足し算と掛け算の混じっている式、この場合は掛け算から先に計算しました。ですから7足す13かける8は104になりますから、7足す104、計算すると111、これが答えになります。括弧2番です。14分の9割る 0.75 かける12分の7と、分数と小数の混ざった割り算と掛け算です。この場合、小数の部分を分数に直して計算していきます。 0.75、 小数第2、つまり100分の1の位まであるので、100分の75、こうなりますね。分数に直すと、これを約分すると4分の3ですから、この 0.75 を4分の3として計算します。14分の9割る4分の3かける12分の7と、分数の割り算と掛け算すべて掛け算に直します。14分の9かける、これかけるに直すと逆数になりましたから、3分の4かける12分の7、こうなりますね。ちょっと見にくいので後ろの上の部分ですね、消します。14分の7と、9と3が約分できますね。こうなります。そして14と7で約分できます。それから4と12で約分できます。そして3と3の約分、こうすると分母 2×1×1 で2と、分子は 1×1×1 となって1と、答えは2分の1、こうなりますね。では四角の2番、これ括弧3番です。数直線を使って次の数を求めましょうと、こういう問題ですね。ここに数直線があります。原点0があって、右の方に進むとプラスの数、ね、プラス1、プラス2、プラス3、プラス4、プラス5と1ずつ進んでいきます。右に行けば行くほど数は大きくなって、左に行けば行くほど小さくなりましたね。同じように0から左へマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、こうなっていますね。ではこれを元にして問題を解きます。1、マイナス6より3大きい数、こういう数ですね。マイナス6というのはここですね。この点より3大きいというので、右へ1、2、3、これが1の答えの数ですね。マイナス6、マイナス5、マイナス4、マイナス3ですから、答えはマイナス3、こうなります。2、プラス2より4小さい数です。プラス2はここですね。ここより4小さいので、左へ1、2、3、4進んだこの点です。ここはマイナス2ですから、2の答えはマイナス2、こうなります。3、マイナス1より5小さい数。マイナス1はここですよね。ここより5小さいというので、左に5つ進みます。1、2、3、4、5、ここの点ですね。ここマイナス6ですから、答えはマイナス6と、こうなります。4番、マイナス2より5大きい数。マイナス2はここですよね。ここより5大きいというので、右に5つ進みます。1、2、3、4、5、ここの点です。ここプラス3ですから、
4番の答えはプラス3、こうなるわけです。括弧4番、下線部に言葉を書きましょう。数直線である点に対応する点と原点との距離、これを何とかというと、この原点とその数字との距離、これを絶対値、このように呼びます。例えばこのプラス5の絶対値は原点0から1,2,3,4,5 の距離にあるので、プラス5の絶対値は5、このマイナス2は原点から1,2と距離が2です。ですからマイナス2の絶対値は2と、こういうふうになるんですね。括弧4番、次の数の絶対値を書きましょうと。絶対値、ここの4番で原点との距離というふうにしましたけれど、もっと簡単に、分かる方法もあります。それはその数字についているプラスやマイナス、つまり正の符号、負の符号を取った数字の部分だけ、これが絶対値になります。例えば1プラス4ありますよね。でプラス4のプラスを取った4、これがプラス4の絶対値ですね。2マイナス2、ね、負のマイナスという符号がついています。このマイナスの符号を取った2、これがマイナス2の絶対値です。分数でも同じです。3ではマイナス3分の1となっています。この負のマイナスの符号を取った3分の1というのがマイナス3分の1の絶対値、こうなります。今回は新しい学習として絶対値というのが入ってきましたね。この部分ね、学習項目が上の方に先ほど出たと思いますので、皆さんはその部分を学習して、勉強に役立ててください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。